五十国駅は、かつて、北海道川上郡渋茶町を遅別にあった、北海道旅客鉄道線も本線の駅。駅番号は B60 であった。電報略号は国。1977年の五十国駅と、周囲約500メートル範囲。上が、網走方面。釧路湿原の最北端の駅。現在は、周辺の一部が、 国立公園内の普通地域という若干の制約がある地区になっている。相対式ホーム2面2線でかなり早い時期に貨物取扱いをやめており、かつては駅舎横の串路側に貨物ホームと引き込み線、駅裏のしり側にも引き込み線を有していたが、すでにわずかな痕跡しか認められない。戦後間もなくの1948年、米軍撮影航空写真では、 貨物ホーム側のストックヤードに木材が望みされているのが認められる。後に駅舎ホーム側へ防線化されるのに合わせ、保線車用として駅舎側の釧路方面に反対向きに引き込み線が設けられた。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1973年に、 国鉄北海道総局が発行した北海道駅名の起源では明治20年代に後サネプリの移王運搬のために釧路川を50国線がここまで遡ってきたための名称と紹介している短式ホーム一面一線の地上駅マシュ周駅管理の無人駅だった旧下り本線が使われておりかつては上り本線も有していた駅舎は 車掌車を改造したものである。駅前小さな集落がある。ありがとうございます。